エルトータイの写本。11世紀。シリア文字は、シリア語で用いられる文字で、22文字からなるアブジャド、である。アラビア文字やヘブライ文字などと同様に、右から左に書かれる。アラム文字から発達したが、文字はアラビア文字と同様につなげて書かれ、一部の文字は、五頭五中、五末、独立の四つの異なる字型を持っている。 シリア文字が、いつどのように発生したかは正確にはわからないが、エデッサを中心とする北メソポタミアに、西暦1から3世紀頃の碑文が残る。文書としては、411年のものが、最も古い。本来は、古典シリア語のために用いられる文字だったが、19世紀に、ヨーロッパの宣教師が、シリア文字の東方書体を使って現代アラム語を記す。 ための聖書法を考案し、これが現在でも使われている。5世紀以降、シリア文字のエストランゲル体に近い文字が、パレスチナのキリスト教徒の用いる西アラム語を記すのに、使われた。また、シリア文字のエストランゲルを体に由来する文字は、マニ教徒によって中世ペルシア語、パルティア語、ソグド語、バクトリア語などを記すために用いられた。一方、東方書体は、 キリスト教徒によって、ソグド語を記すためにも用いられた。また、インドのマライアラム語、およびガルシュニとして知られるアラビア語でも用いられる。主要な書体には次の3種類がある。他に、メルキト体などがある。シリア文字は原則としてシーンのみを表記するが、で、長いアー、エオ、ワイで、イ、e、ー、アイーで、ユー、ウー、オー、オー。 O を表すことが行われた。シリア文字では、様々な目的のために、文字の上下に点を打った。まず、D と R の文字がほとんど同型になっていたので、区別のために D は、文字の中に、R は、文字の上に点を打つことで区別した。また、名詞の単数型と、複数型は、母音でのみ区別され、綴りの上に、違いが現れなかったので、複数型では上に、 トレマに似た点を打つことで区別した。他にも点を上に打ったり下に打ったりすることで、同綴り号を区別した。後世には、母音をより正確に表すための記号が発達した。正方書体では、ギリシア文字の母音に由来する記号を、文字の上か、下に小さく記した。東方書体では、点の打つ位置と個数で母音を区別した。他に、 発音しないシーンを示す記号や、破裂音と摩擦音を区別するための記号が使われる、こともあった。22文字中、8文字、DHWZRT は、後ろに続かない。また、エストランゲロ体では、位置による字型の違いは、あまりなく、KMN で、5末型が異なるにとどまる。マイクロソフトウィンドウズ XP で、エストランジロエデッサフォントが追加された。 大半の文字はユニコード3.0で対応しているが背景色がグレーの文字はユニコード4.0で対応したガルシュニー、パレスチナのキリスト教、アラム語、中世ペルシア語、ソグド語のための文字を含む2017年のユニコード10.0ではマラヤラム語を表記するための拡張ブロックが追加されたありがとうございます